はいどうも、ライフォンです。さあやっていきましょう。お相手はアイク。まあ、魔人剣サンドバッグオールスターズの、まあ一人ですね。魔人剣か。当てやすいキャラですね、これね。ちょっと頑張っていきましょう。まあ、魔人剣、まあ初戦から当てれればね、まあ、後の試合は結構ね、デイリー魔人剣チャレンジを、まあ、気にせずやれるんで、まあいいかなと思うんですが。あ、今のつかめないか。よし、ここからこっち。嘘だー、やっぱり、上スマがいいのかな、ああいうところは。ようわからんが。まあもう、ああいうところは上スマかな。ちょっと学習していこう、そろそろ。毎回ね、あの横スマ、まあ読みが当たれば上スマよりも一旦はでかいんですが、やっぱりね、まあそんなに逆転しやなあかんとかそういう場面じゃないから、まあ安全策を取った方がいいかな。作詞、うわ修正空前飛びすぎやろ。うわっ、あメテオならず。何、いや、今の怖えな。何を狙った今のはわからんけど。結構アイクの天空にはね、あ、これきついかな。アイクの天空には、上がった時は、無敵がないんで、そこに空下メテオを当てるみたいな、そういうね、まあ、当て方があるんですが、あんまりしてないな。Wii U 版は、ちょっと得意にしていた。Wii U 版得意にしていた風潮多いな、俺な。なんか多くない ?Wii U 版はできたんやけど、ちょっとスイッチはできやんみたいな。多くね多くね、なんか。嫌やな。スイッチ版でもちょっとバチコに当てていきたい。受け身取っていく。さよなら。よしよしよし。まあね、まあ一足なんで、こっからが本番やと、まあ言わざる、言わざるじゃない、言わざるじゃない、日本語おかしいよ。まあこっから本番ですね。もう変なことは言わんでおこう。おっ来たか、これ来たよ、これ。しょっ、あー今のタイミングミスだね。よいしょ、割れねえか、割ってきたい。あ、寄ってこい。おっ、よし、今のクースターってうまいな俺。よし、うまじ、今のレッキキャンクーウェイは多分当たったかなと思ったんだが、これ怖いな。さすがに近寄らねえよ。さあ内側に行こう。まあ、この中央にいるのがやっぱりね、場所的には有利なんで、できる限り中央に行くことがやっぱりなんだろうな、スマブラではちょっと有利と言いますね。もうガンマチしよう、中央でガンマチ掴み。ガンマチズエと見せかけてくうまい。何、あ、危ねえ。今の死んでるでワンチャン。このパーセント相手もうね 159% ですから、もうめっちゃホカホカのホカですよこれ。やばいよ、めっちゃ黙々。うおー、危ねえ、やばいやばい、ダッシュつかみだ、危ねえ。うおー、やめてやめてやめて、負けたくない、うわ負けたくない、嘘だろ。さあお願いします。うおBGM が超珍しいぞ。マイクが好き好きやって、あれすごいいい BGM。 ちょっとタイトル意味深だが、さあちょヨッシーなんだけど、ヨッシーはもう気合ヨッシーガノンはかなりきついんだけど、正直これはもう気合やと思う。気合といっても、諦めないとかそういう気合、まあまあ入るんですけど、なんだろうな、本当に慎重にずっと立ち回る気合かなこれね。だからここはなんだろう、ヨッシーの動きをしっかり見ながらやるとか、そういう類の気合だけど、ちょっとアナザーエデンがすごいすごいぞ。でもアナザーエデンはやっぱガノン有利なんで、これはちょっとラッキーと思うべき。さあこのアナザーエデンを有利に使っていこう。お、よし、衝撃波当たったけど、やばい、これもう一回来ると空中前。読めているぜ、それぐらい読めているぜ。アナザーエデンはヨッシー有利、あ、ちゃちゃ、アナザーエデンはガノン有利。なんで間違えた今。もうこれは掴んで終わろうぜ。終わったー、あれ、もっかーい、いやー、え、掴んだった、ダブルミシズで決まった。さあお願いします。スネークですね。ダイヤリスネークきつそうやなこれ結構きつそうだけど、逆にね、俺が爆弾を有効活用していくんだよっていう、この爆弾に紛れて魔人剣やめよう、もうこんな考えやめよう。まあ、慎重に行こう。意外とヨッシーよりもスネーク慎重に行かなければならない説。さっきの試合はスムーズに行きすぎたね。さあ掴んで、よし、こっち、あーダメかー。さあこれ慎重にかけ、もう 80% 当てますからね。あー、もう 90% か。もう結構これきついパーセントですから、もう余裕でスネークのね、まあ、火力があればバーストできるんで。さっきの C4 マジで場所わからんだ。どこ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 、マジでわからん、マジでわからんマジでわからん。あの C4 地雷ですけど、置くじゃないですか。マジで場所わかんねえ。やめて、よし、
うわ、危ねえ。うわ、攻撃上がりしたはずなんだけどな。したはずで終わっちゃったよ、マジで。よいしょ。よしよしよし。まあ一発当たれればガノンは全然逆転できるんで。えっ、てん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 。ちょっとそういう時もあるんですよ。そういう時もあるんですよ。まあそういうことがあってもガノンは勝てるんだよということを証明していきたい。今のはもう完全にミスった。もう完全にミスの進行調、今のマジで。掴んだら爆発してんやけど。かっこいい、逆にかっこいい今の。えっ、やめて。そうやそうやそうや、魔人剣を当てねばならんのやな今日はね。しっかり毎回。おお、よし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 、全然逆転できる。ああ、あったあったあった。今の C4 は見つけたよ、しっかり。え、危ねえ。やめてよやめてよ。よいしょ、よいしょ、よし、俺のターン、つかめ。よしよし、全然いけてるよ、全然いけてる、もう全然いける。さっきの、えっ、おっしゃ、さっきのミスを無に返すような、いい読みでしたけど、さっきのビビった。 C4 で死ぬと思った。やめろ。あ、背中にやるのはダメ、腰痛めちゃうから。さあお願いします。ファルコンですね。ファルコンには負けたくないけど、今作あの初めの時はファルコン弱い言われてましたけど、結構膝のコンボとか開発されて、まあ、極めれば全然ね、なんか可能性のある、まあ、キャラになったんじゃないかな、昔と比べて、あの発売当初と比べて。まあ、なんだろう、研究が進んでって感じ。今のは研究とかのレベルじゃない。今のは、うわぁ、今のは俺の、PS だわ。ファルコンの横スマが完全に魔人剣の妄想なんだよ。それがめっちゃおもろいよね。もう、よかったら見てください。ファルコンが横スマ打ったタイミング見てくれればわかると思うんですが、めちゃめちゃ、魔人剣だから。めっちゃ魔人剣。もう、おもろいぐらい魔人剣だから。ファルコンの横スマは魔人剣と呼んでいい。危ない、やめて、うわぁ、怖い。ダメだ、すごい、この人立ち回りうめえぞ。来た、バッ、なあ、マジかよ。今の当たったらよかったんだけど。そしたらデイリー魔人剣じゃないし、まだ終わってねえ。あ、まだ終わってねえよ。うまいなこの人、この人普通にうめえぞ。怖え怖え怖え。普通にうまいよ。ファルコンは本当にガノンの好きとかを完全に分かってるんで、もうそれを完全に熟知されてるときついっちゃ話しない。どうしようこれ、つかめ。よしよし、これは俺のもんや。今の外側に上 B 掴めればもうほとんどね、下投げ、下投げ、下投げじゃないか、下投げのコンボに劣気をね、あえてご利用するという VU 版からやってるコンボなんですけど、それをお見せしたい。してくれないかな。あー、無理そうかな。できればしてほしいけど無理そうかな。つかんだ。おー、今の見た、魔人剣の人と思えるもんの、どう見ても魔人剣やばいだろう。さあどうする、掴んで。えっ、いやー、ジャンプ受け身したと思ったらなんかめっちゃ飛ぶやんと思ったら失敗しとった。めっちゃ飛ぶやんと思ったらさ、めっちゃ失敗しとった。あんなかのジャンプ受け身飛ぶっけなと思って、ジャンプしろ。よし、あっマジか、上京ました。ジャンプレッキーダメ。メテオ来るよこれ、こう、うわラッキー、まあ、なんとか勝ちましたね。さあお願いします。デイジーですね、最後の試合かな、これは。もう俺も部活の時間が迫っている。部活前に収録するのもどうかと思うが、早く魔人剣までやなか。もう今回こそデイリー魔人剣チャレンジ失敗あるよこれ。デイリー魔人剣チャレンジ失敗ですという日がついに来たかもしれない。でも負けられない、なんとかあったいね。もうなんならもう魔人剣ぶっぱしていこうぜ。ジャンプね、くそー、マジかー、うわー、マジかよ、クソがー、あーマジか。ここで自分の事故がちょっとうぜえ。最近事故多いな。なんだら、なんだなんだ、もうフォートナイトにちょっと浮気しすぎてダメかこれ。さあ 79% なんていうコンボ火力、コンボうまいな。これどうする、これ当たれ当たれ、なんで空母だ、うわっ、マジかよ、そのなんだそのエイム力は。フォートナイトしてる俺でもそのエイム力無理。きた、あまりやんかったか今の。絶対呼ばれた、もうボム兵当たってもさ死んでもいいからさ、魔人剣だけはすると当て出してほしいな。なんだそのお尻、そのお尻もんでやろうかお前、もんで3つに割ってやろうかお前。よいしょ、あ、空前からジャック当たるんだ。
あ、惜しい。いや、ダメだよね。これ、余裕がねえ、マジで。マジで余裕がねえ。よっきょ、あれ、あらだ。くそ、部活の時間が迫っている。なんだ、そのお尻は。怖い、怖い、怖い、怖い。なに？うわ、マジか。さあ、なんとかバーストしたい。とりあえずバースト。よし、75%だけど。え、マジか、そこでカウンターするか。うまくね？なんでなんで2回もボム兵出てくるの？確率やべえ。このデイジーやべえぞ。最後はなんか自分でなんかかっこよく戦隊ヒーローのごとく弾幕張ってましたけど。えっ、デイリー魔人賢チャレンジ失敗です。